どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。えー、本日は、えー、昨日ね、発表された、a a の、えー、キャンペーンですね。えー先、えー、先々月もあって、先月、先々月だったかな <laughs> 先月だったかなありましたよね。えー、減額マイルキャンペーンですね。が、えー、対象路線がね、発表になりましたんで、えー、今回ね、こちらを紹介していきたいと思います。で、えー、期間がですね、 11月の1日から12月の17日まで。で、予約開始が、えー、これ撮ってんのが、えー、本日10月1日なんですけども、今日の、えー、14時から、14時から、えー、予約開始となりますので、えー、皆さんね、覚えておいてください。今日から始まります。円画マイルキャンペーンも言葉の通りですね、本来、えー、m え、えー、え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 、 特典航空券の、えー、必要マイル数が、えー、本来このぐらいのマイル。まあ5万マイルだとしたらまあ4万マイルでいけるみたいな、えー、そういうね、ちょっと少ないマイルでね、えー、利用できるっていうのはこの減額マイルキャンペーンでございます。で、えー、最初に注意事項ですね。えー、この ANA の減額マイルキャンペーンは、えー、インターネットのキャンペーンですので、あのデスクに電話して取、えー、ってしまうと、 えー、何の意味もありませんで、本当にそこだけね、えー、毎回言ってますけども、注意して利用してみてください。で、今回は、えー、今回もですね、エコノミークラスとビジネスクラスね、二つ、えー、路線が、あの、クラスがありまして、結構ね、いろんなところがあるんで、えー、で、今回はね、まあ、あの、簡単ではあるんですけども、大体のね、 価格と、えー、あと1マイルの価値の目安みたいなのもね、一緒に載せさせていただきました。で、一緒に見ていきたいと思うんですけども、まずエコノミークラスですね。えー、右から行きましょうか。羽田発、えー、だと、えー、一番ね、現金として高いのはやっぱりパリとかウィーンですよね。今回、えー、パリ、ウィーン、えー、あと、ブリュッセル、あと、ロサンゼルスとか、 あと、ビジネス、えー、そうですね。結構ね、遠い就航都市まで、この減額参りキャンペーンに入ってきてますので、まあそういう意味ではね、あのー、これから、まあちょっとずらした夏休み、まだある方とか、まあちょっと早めの冬休みとかね、取れるような方はね、ぜひ狙ってみてはいかがですか。で、まずね、パリ、ウィーン。こちら、羽田発ですね。で、現金決済だと大体28万円ぐらいして、 で、え減、ー、額マイルだと4万4000マイルで往復できる。っていうことなんで、まい、あ、大体ね、の目安ですけど、1マイルの価値としては6円で飛べるみたいな感じとなっております。で、6円ってすごいですよね。これまあエコノミークラスなんですけども、で、本来5万5000マイルかかるところが4万4000マイルなんで、1万1000マイル少ないじゃないですか。だから本当にここまで少ないと、えー、ローシーズン、 レギュラーシーズン、ローシーズン、ハイシーズンってまあ必要マイル数と分かれてるんですけども、本当にレギュラーシーズンのマイル数で、あーローシーズンのマイル数で、本当にレギュラーシーズンに飛べるみたいな感じなんで、すごいですよね。で、パリ、ウィン、えー、あとですね、ここらへんが一番やっぱり高いですかね。 あと、えー、ロサンゼルス、えー、サンノデシアトル。こっちは成田発ですけども、ここら辺もやっぱりすごいですよね。あと、ブリュッセル。あと、パースですね。ここら辺が、えー、a n m マイルの1単価、1円の価値としてはね、えー、4円、5円、6円っていうことなんで、 エコノミークラスだと、1マイルの価値をね、高めて使いたいっていう方でしたら、やはりここら辺の路線がね、おすすめとなっております。で、今回もですね、まぁ、あ、ちょっと路線は少ないんですけど、韓国と、えー、名古屋ね、にも、えー、今回、見学マイルキャンペーン来ております。えー、北京とかですね、香港。あと名古屋やつは香港だけですね。ちょっとまあ個人的にはですね、あのー、もうちょっと枠を。<laughs> いろんな枠を入れていただきたいですね。<laughs> まああの、乗り継ぎも OK なんですけども、この幻覚マイルキャンペーンっていうのは。まあもちろん乗り継が OK ならありがたいんですけどもね。それは直接行た方、行けた方が絶対いいですよね。と <laughs> いうことで、えー、次ビジネスクラス見ていきたいと思います。で、えー、っと、まず、えー、こちら、羽田発、えー、香港、えー、台北、ソウル。 で、こちらだとビジネスクラスで行けます。で、必要マイル数が3万4000マイル。えー、香港の場合3万4000マイルですね。で、えー、台北の場合は3万4000。えー、ソウルは2万4000。本来ね、本来のマイル数でも、この香港とか台北とかソウルとかそんなに飛行機時間長くないじゃないですか。それでもですね、やはりこれがビジネスクラスってなると、やはりね、 飛行機乗るのも楽しみになりますんでね。そういう意味ではね、いいんじゃないかなって思います。で、1万円の単価っていう価値でもね、あの結構価格ね、数日調べたんですけども、えー、いいですね。ほとんど5円とか5.5とか5とかね、6とかで利用できますんで。で、次に成田発で、今回ね、ロサンゼルスとかパースとかね、 ここもビジネスクラス乗ってきてるんですよね。これすごいですよね。で、ロサンゼルス、アメリカ大陸のロサンゼルス、結構飛行時間長いじゃないですか。<laughs> これがえビジネスクラスで行けるってなったら結構最高ですよね。で、まあこの今価格ね、出してる通り、だいたい40万から50万、60万ぐらいするんですよね。えー、まあ高い日だとそのぐらいの日もあったんですけども、まあこの価格っていうのはね、あの飛行機の 席の少なさとかにもよってね、変わってきますんで、ちょっと一概には言えない部分があるんですけども、大体このぐらい。で、えー、ロサンゼルスパースの、えー、ビジネスクラスになると、えー、7円とか8円とかね、そのぐらいの単価でね、ANA マイルを使えますので、まあ今回のね、この、今回の減額マイルキャンペーンですと、やはりね、一番おすすめなのは成田発のロサンゼルスパース。あとは、 まあ、エコノミークラスでも、えー、成田、ブルッセル。そうですね。あと、羽田のウィーン、パリ。いいですね。ここら辺だと、本当に、えー、基本的に、 ANA マイルの価値ってまあ2円ぐらいって言われてるんですけども、まあこれがね、ビジネスクラスとか、まあエコノミークラスでも本当に長距離路線でしかも、この減額マイルキャンペーンで利用すると、本当にあの、1倍の価値ってすごい上がってきますんでね。もしね、ANA マイルを貯めている方でね、ちょっと休みが取れそうな方はね、ちょっと検討してみてはちょっと言い過ぎだな。<laughs> 検討してみてはいかがでしょうか。まあ、今回の動画では、えー、ANA のね、えー、今日から始まっている、えー、減額マイルキャンペーンを、えー、紹介させていただきました。で、えっ、ー、と、10月からですね、燃油サーチャージの、えー、基準が1個ワンランクダウンしましたんで、少し、えー、9月で発見するより10月で発見した方が少し価格は下がってます。 まあ消費税は上がってるんですけどね。ちょっと難しいと思うですけども、ネインサーチャージの価格が少し下がりましたんで、まあ9月で発見するよりかは、えー、はるかに安いです、えー。安い。まあ少しは値段が下がりましたんで、まあそういう意味でもね、あのー、この10、11月の今回のこの、 言額前にキャンペーン乗るのはね、とてもおすすめとなっております。ちょっと私はね、あの、ダイヤモンド修行してるんで、ちょっと特典航空券っていうのはね、なかなか利用今できないんですけども、あの、10月、今日、今これ10月1日に撮影してるんですけども、私もね、あの、昨日の深夜にね、あの、ダイヤモンド修行のね、ルートをね、あの、ネイサージャージが下がったってことでね、購入しましたんで。まあ これからちょっと休みがある方、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。えー、私のチャンネルではね、この ANA のキャンペーンとか ANA マイルとか、ね、そういう ANA の関することと、えー、私の大好きな街はニューヨーク、あとクレジットカード、ホテルレビューとかね、まあお得情報なんかもね、ちょこちょこやってますんで、もしよかったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。えー、この動画役に立った方は、いいね、お願いしますね。 私、ブログとツイッターもね、やっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ